はい、実況させてもらってます、シロックマンです。よろしくお願いします。このゲームですね、テグザですね。テグザをね、今日やっていきたいですけどね。このゲームですね、実は、ファイナルファンタジーで有名なスクウェアのゲームなんですよ、これね。だからね、記念すべき、確かね、スクウェアのね、ファミコン第1弾のゲームですよね、これね。ファイナルファンタジー出る前ですよ。ね、こんなね、ゲーム出してたんです、実はね。テグザというね、ロボットアクションゲームになりますね。シューティングですね、これね。これやっていきます。うわ、懐かしい。この音楽いいんですよね。神曲ですよ、この音楽は。超神曲ですよ。これね、変形するんですよ、ロボットに。で、こう、飛行機にもなれるんですよ、これでね、こうやってね。これシューティングゲームなんですよ。ね、こういう感じのね、迷宮の中をね、戦っていくっていうね、タイプのね。音楽いいんですよ、これ。神曲ですよね。神曲。音楽神曲ですよ、本当に。でね、これ斬新なことにね、当時としてはね、斬新なヒットポイント制なんですよ。一発で死なないんですよ、これね。これどうやってもあれするんやったっけ？あ、いけてか。しかもこれ連打できるんですよね、これ弾ね。当時のゲームって連打できるゲームあんまりなかったんですけどね。すごい斬新ですよ、本当に。ほらね。しかもこれ連打押しっぱなしなんですよ、これ。自分で連打をしてなくていいんですよね。それも斬新ですしね。スクエアはさすがですね。ほんと先駆けでしたよね。なんかこう、いろんなことをね、取り入れるのはね、ほんと、さすがにね、さすがスクエアって感じですけどね。この当時こんなね、性能のいいね、アクションのできるゲームなかったですからね、まだ。こんな連打できないですよ、当時は。しかもヒットポイント制でね。で、まあ、こうやってロボットに変形できるっていうのはね、発想としては当時は斬新でしたしね、これね。すごいゲームですよね、ほんと。これ壊さなきゃ確か進めなかったよな、ここはな。で、こんなジャンプ力で上がって空も飛べてね。ちょっとあれですよね。機動戦士ガンダムにちょっと感じが似てますよね。ゲームの雰囲気がね。機動戦士ゼータガンダムのね、ゲームにちょっと似てるとこありますよね。ただこれ難易度高いんですよね、その代わりね。結構ね。ここ入って、ここでこうやって潰した方が早いな。で、こんな感じでね、進んでいくんですよ、迷宮の中ね。道全然わかんないですけど、適当にね。敵倒しながら進んでいって、探索しながら進んでいくゲームなんですよ、こうやってね。当時としては斬新ですよね、これ。1985年ですからね。こんなゲームなかったですよ、当時。うわ、やば。今ダメージ受けたね。音楽いいなぁ。スクエアすげえなぁ。ファイナルファンタジー出る前ですから。まだね、ほんとスクエアが全然有名じゃなかった時ですからね。これジャンプしてね、こう迷宮の中にね、どんどん進んでいくんですよね、こうやってね、こうやって変形しながらね。すげえなぁ。あ、これ、戻ってしまうね、なんかね、すぐね。すぐに。こうやってね、いろんなとこ行けるんですよね。あ、これクリアしたってこと？すげえなぁ。これ下のね、右下のやつがヒットポイントだと思うんですよ。199っていうのがね。ほら。あれがね、0になったら死ぬんですけど。おお、やばいやばいやばい。うおー、めっちゃ減る。おお、ちょっと減るの激しいな、これ。もう何をしたらいい、どこに行けばいいかも全然わからないけども。17しかない。おお、やば、あ、死んだ。切ないな、崩れ方が。こんな感じですね。こんな感じのゲームなんですよ、これね。もう一回入れますね。ひとまず200から始まるね。これあれですよね。MSX でも出てましたね、このゲームはね。うわ、やば。うおー、めっちゃ減るな、これ。減るの激しいな。うわ、やばい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 。
あ、音楽いいですね、本当に。単調な曲じゃないんですよ、これ。結構複雑な曲なんですよね。あ、死んじゃった。もう一回やろう。コンティニューできないですけどね。この音楽ね、結構なんかね、いい曲ですよ。かっこいい曲で。あー、やばい。これね、瞬殺なんですよ。こうなっちゃうとね、一瞬で死んじゃうんですよ。これね、これだからね、一発ダメージ受けたら癖になってしまうので、ダダダダダってダメージ受けるんでね。だからヒットポイント多いですけどね、すぐ死んじゃうゲームですよね、結構ね。あー、またやってもうた。こうなったらダメなんですよね、もう。はめられるっていう感じですよね。やっぱこれね、あれなんですよね。こう、空飛んで、あー、やばい。空飛んで、こうやって行った方がいいですね。そうそう。で、塊の敵がいるとね、もう当たらないように気をつけないと、もうこういう風にはめられてしまうんでね。さっき上行ったから下行ってみるか。これ上はどうだった?あれ?ちょっと待って。飛行機にならへんよ。よいしょだった。あれ?これ飛行機が変形することはいまいちよくわからんねんな。どうやったら飛行機に変形するのか、まだ未だによく分かってないから。うわ、これいっぱい敵いるな、これ。広いね、ここ。めっちゃ広いな。あ、やばいやばい。これなんもないのかな、ここは。これ、上。あれ、飛行機にならないぞ。なった。あ、何にもないか。あ、なんもないんや、ここ。なんもないって言ってもしょうがないな。飛行機に戻らないと、これ。あれ、変形しないぞ。あれ、変形しろ。よし。で、ここから戻ってね、下また行けばいいね。うわ、70しかない。56しかない。はい、かっこいいな、音楽は。これ下ボタンか。下ボタンで変形か。下ボタンやな。A ボタンとか押してしまうよね。なんか変形するのに。こっち。あ、行き止まりもあるんやな。これ行き止まりか、これ。意味ないね。もう死にかけやね。これでもクリアしたら回復したもんね、確かね。確か回復してたね、クリアしたら。一面ね。こっち行ったらクリアやったね、確かね。これでクリアやったね。これ回復するかな?あ、しないな。回復しないんや、これ。そうか。おお。これ回復の手立てがないんやね。こっち、おっと、下押して変形して、下押して変形して。おっと、やばい。あ、やばい。21しかない。こっちか?こっち行くんかな?まあ、感じ的には面白そうなゲームなんですけどね。見た感じ、パッと見はね。あれ?ここ行けないのかな?こっちから、おぉ、やばい。あ、死んだ。迷うよね、これね。迷いますなーって感じでね、こんなゲームでしたね。はい。テグザーね、スクエアのね、テグザーでしたね。はい。じゃあこれで、ね、終わらせていただきます。ご視聴ありがとうございました。